明治4年7月14日、この日、日本史上屈指の大改革が断行された。およそ270年にわたり、地方の領主による支配が行われてきた藩が姿を消し、新たに中央政府が治める県が置かれた。いわゆる廃藩置県である。これにより日本の政治権力はすべて中央政府に一極集中することになった。実はこの廃藩置県、当事者である藩主への事前通達は一切なく、わずか6日の間に実行された電撃作戦だった。廃藩置県実行の最後の決断を下した人物、それが維新三傑の一人、大久保利通。しかし大久保は廃藩置県を断行するか否か最後まで悩み続けていた。できたばかりの明治政府は経済力、軍事力ともに決定的に不足。改革を成功させる実力がなかったのだ。無理やり廃藩を行えば諸藩は反発、日本は再び血みどろの内戦に突入するかもしれない。一方、廃藩を躊躇すれば日本は一つにまとまらず、海外からの脅威に立ち向かえない危険性があった。どちらをとっても茨の道。大久保は運命の決断を迫られる。今回、大久保利通の選択を各分野のエキスパートたちが徹底分析。このままだと中央政府の権力が強くならないと。空気を読んだんだと思います。空気を読んだ今風に言えばもう忖度したんだと。この時の維新政府って回ってる駒に近い。このままだと倒れるっていうのは正常な感覚で。そして事態は大久保の予測を超えた結末を迎える。今明かされる新発見の資料、改革の当事者が現代の私たちに突きつける日本人の本音とは。日本の未来がかかった究極の政治判断、廃藩置県をめぐる大久保利通の選択に迫る。皆さんこんばんは。こんばんは。英雄たちの選択、今回は大久保利通です。はい、スポットを当てるのは廃藩置県ということなんですけれども、はい、これ明治の4年、およそ270年にわたって続いてきた藩をなくして県を据えるというね、そうです。もう今の私たちの生活に根付いていることですよね。うん、そう、暮らしの原点、この廃藩置県、実はすごい改革です。なんと殿様が領地を解体して、藩主たちみんなを東京に集めるという大改革ですね。これがほぼ無血で行われたわけです。はい、これだけの大改革、もうむしろ革命と言っていいものですよね。これ世界中で起きてるんだけれども、それがですね、血を流さずにここまでスルッといったという。廃藩置県というのは本当に奇跡ともいえる改革ですよね。ではその具体的に時代を見てまいりましょう。廃藩置県が行われたのは1871年、明治4年でした。
で、その2年前までは戊辰戦争が行われていたということで、まあ、国内が未だ混乱状態の中でさまざまな改革を行っていったっていうことなんですよね。そうですね。で、まあ、江戸から明治に変わったのが1868年ですので、このわずか3年の間に廃藩置県という大きな革命を成し遂げたと言ってもいいかもしれません。はい、元来明治政府って発足時点ではですね、はい、決して強い組織集団ではないんですよね。なぜかっていうと、独自の兵持ってませんよね。諸藩からの借り物の兵隊を、はい、兵隊を連れて、で、まあ、形を成してるわけですよね。軍がない、はいはい、そのだからつまり独自の軍事力と財源をはっきり持ってる政権ではなかったわけですね。寄せ集めて借り物政権と言ってもよかった、はい、しっかりとしたものじゃなかったわけですね、うん、最初は。それをね、なんとかしっかりとしたものにしたいと考える人たちがいて、はい、で、廃藩置県を行うと、うん、そんな弱い状況なのになんでできたのかということで、そこがやっぱり今日見たいと思うんですよ。そうですね。さあ、ではまず江戸から明治へと日本が新しい時代を迎える中、大久保たち新政府が直面した大きな課題から見てまいりましょう。薩摩藩や長州藩を中心とする新政府軍と旧幕府勢力が激突した戊辰戦争。およそ1年半にわたる激戦の末、新政府軍が勝利を収めた。幕府に代わり新たな国づくりを担うことになった明治新政府。その中心にいたのが薩摩藩出身の大久保利通だった。そんな大久保たちには真っ先に取り組まなければならない大きな課題があった。それは中央集権。アジア各地で西洋列強による植民地化が進む中、その脅威から日本を守るため、天皇のもと国を一つにまとめる必要があった。しかし、大久保の前には大きな壁が立ちはだかっていた。それは全国に270余りあった藩の存在だ。それぞれの藩は兵力や財源を独自に保有。これらはすべて藩主のものだった。中央集権を実現させるためには、バラバラになっている兵力や財源をすべて政府のもとに集めなければならなかった。大久保は長州藩出身の木戸孝允とともに、中央集権を進めるための第一段階としてある案をひねり出した。それは藩籍奉還。藩とは土地、籍とは人民のこと。まずは諸藩の持つ土地と人民をすべて天皇に返上させ、中央集権の足がかりを築こうというものだった。700年来の積兵を一変し、300諸侯をして、その土地人民を官能せしむべし。しかし、藩籍奉還はそれぞれの藩主にとっては既得権を失うことを意味し、素直に応じる保証はどこにもなかった。それどころか、大久保の出身地薩摩藩の反応次第では血みどろの戦いが始まる恐れがあったのだ。一体なぜなのか。鹿児島にある世界遺産がその理由を紐解くヒントとなる。こちらが幕末の1858年に築かれた寺山炭窯跡になります。鹿児島市の中心部から10キロほど離れた山中に築かれた炭窯跡。
高さおよそ3メートル、幅およそ5メートルと巨大な窯。薩摩藩はここに同じような炭窯を3つも作り、大量の木炭を生産していた。この木炭は薩摩が長年推し進めてきた特別な事業に欠かせない重要なものだった。それは集成館事業。ここは当時の日本における最新の軍事工場だった。薩摩藩は大量の木炭を燃料に大砲作りを行っていたのだ。こちらが薩摩藩で製造されたと伝わっている四金三砲、通称ヤスケ砲と呼ばれるものです。薩摩藩はここで西洋式の産業技術を研究、大砲や火薬の製造、軍艦の整備なども独自に行っていた。その結果、薩摩は明治に入ってからも一つの藩ながら強大な軍事力を維持し続けていたのである。もし明治政府の強引な政策に薩摩が反発すれば、それを引き金に日本中に騒乱が広がるかもしれない。大久保はそれを危惧したのである。新政府にとってはやはり鹿児島の人たちというのは敵に回すとても恐ろしい存在ということになります。まだ士族というものがまだたくさん残っていたというところにもなりますので、彼らの不平がその反乱の元になるということを新政府の人たちはとても恐れていたと。薩摩をはじめとする諸藩を刺激せず、なるべく穏便に改革を進めるにはどうするか、大久保たちは巧妙な策を練った。日本近代史が専門の落合博樹さんは、版籍奉還の上表書に注目の一文があるという。土地と人民を天皇に返上すると書いておきながら、与うべきはこれを与えという文言を差し込んでいる。大久保たちは土地と人民の再交付を匂わせることで諸藩の反発をそごうとしたことがうかがえるのだ。中にはやっぱり領主権を返上するのに抵抗感を持つような、藩もおそらくはあるだろうと。それでそこで安心させるために、いずれ別のものを与えるとという、そういう一文を入れて、何か与えるんだっていうふうなことを言って、安心感をこう、与えると。さらに土地と人民の返上を迫られる藩主たちには魅力的な役職を与えることにした。それが地藩寺だ。地藩寺とは天皇が任命する地方長官のこと。地方を支配する権限はこれまでと変わらない上、天皇のお墨付きがつくため、藩主たちにとって大きな名誉だった。大久保たちの狙いは見事的中。藩籍奉還に魅力を感じた藩主たちは素直にこれに応じたのである。その結果、大きな反発もなく、土地と人民は名目上天皇が所有するものに変わった。こうして大久保たちは、江戸時代以来の地方の在り方を少しずつ変更、中央集権に向けた第一歩を踏み出すことに成功したのである。ということで、今回もさまざまな分野の専門家の皆さんにお集まりいただきました。よろしくお願いいたします。
さてその大久保たち新政府が目指すべきものとしてやっぱり中央集権というものがあったんですけれども、それをこうなぜじゃあ目指したのかというところを聞きたいんですが、勝田さんどうですか。幕末から明治初期ですね、当時の日本が抱えていた一番大きな課題って何だろうかと考えますと、幕府が結んだいわゆる不平等条約といういわゆる不平等条約体制で明治国家というのが出発したわけですよね。そういう中でいかに独立を維持してさらには欧米諸国と肩を並べるかというのが最大の課題であったというふうに考えています。そのためのまずやらなければいけないのが権力を一つに集中する、つまり中央集権、中央集権国家を作ることがまず最初の課題であるということにつきましては、大久保に限らずですね、この時期政府のトップレベルの人たちはみんな同じような考えを持っていたというようなふうに私は思っております。中央集権化して国民国家というものを作るというのは当時の時代で言えばやっぱりその世界的な潮流だったわけですね。一民族一国家といってですね、特定の民族が特定の国を作ると、例えばそのフランスはナポレオンの時代にですね国民国家というものを作っておりますし、19世紀後半になりますとイタリアが統一され、さらにはドイツも統一してですね、国民国家とで中央集権化を進めるという方向に行っているわけです。ですから日本も早く日本という国をしっかり作ってですね、国民に自分たちが日本人であるという意識を植え付けないといけないということが課題だったわけですよ。でその中央集権実現のために、すぐに廃藩という道には進まずにまず藩籍奉還をするっていうワンクッションを置くことをするんですよ ね、いや僕ね明治新政府って最初にこの革命を始めた時には、藩をなくそうなんて気はさらさらほとんどの人がなかった、なかった。ところが外国の特にイギリスなんかアーネスト・サトーなんて日本語のペラペラの人が言ってて、日本人の皆さんあなた方このまま地方文献のままでは強国になれませんとか言い始めるわけですよ。ただすぐにやっちゃうとまた問題が起きるのは、動揺が起きますよ。だって新政府は十分な政府をまだ持ってない、で、ね、財源もない兵力もない、そうするとやっぱり藩に寄らざるを得ない、でそこにいる住民はすごく藩に懐いている、政治として見たときに、私もこう地方に住んでいるんですけれど、政事ってやっぱり自分により近いところで動いている方がやはり自分たちの意見なり状況なりを吸い上げてはくれるじゃないですか。我が殿様は分かっているみたいな、すごく身近に政事があったとなる、それが東京という中央に全てが行ってしまうと、その政治そのものが庶民というか一般の者たちからすごく遠いところにあるように、今でも感じることはたびたびあるんですけれども、もし藩から中央の政府新政府に支配者がまるっきり変わってしまうと、本当に前の通りの住民サービスが提供されるのか、ひょっとしたら中央政府が出てきたら税金を地方と中央で二重取りされるんじゃないか、から一回藩籍奉還というステップを、踏む必要があったんだろうと思いますね。勝田さんはこの時点での課題ってどう捉えてらっしゃいますか。藩籍奉還というのは、制度的法的にはですね、確かに領有権が天皇に行っていると、でも実態はですね、旧藩主に政治を任せているわけですよ、いう形ですので、実際面におきましてはね、ほとんど藩内の政治というものは変わりがないという形です。廃藩事件というのはそういう藩主たちも首にして入れ替えていくという、いうのが廃藩事件ですから、まだそこまで やるには政府の力がもうないという、ということはやっぱり政府の力をこれから強めなければいけないと、そういうことが大久保なんか一生懸命考えてまして、じゃあどうやって政府に力がつけられるのか、頼るのは藩しかないと、藩の力を通って政府が強めると、まさに自己矛盾が起こってくるという、さて藩籍奉還を実現させた大久保ですけれども、この政府の力を強めるために藩の協力を得ようとさらに動き出します。しかしそこには大きな壁が立ちはだかっていました。政府の発言力を強め影響を全国に及ぼすためには強力な後ろ盾が必要。大久保は出身地である薩摩藩の力に目をつけた。
カリスマ的人気の西郷隆盛、そして藩に絶大な影響力を持つ島津久光、2人を新政府へ参画させようと試みたのだ。明治3年1月、大久保は自らの主君と親友を説得するため鹿児島へやってきた。逆風は覚悟の上、しかし薩摩では予想以上に新政府への風当たりが強まっていた。薩摩の実権を握る島津久光の説得は難航。政府の中央集権に協力すれば藩独自の力が奪われてしまう。久光は大久保の意見に全く耳を貸さなかった。親友西郷隆盛に至ってはなんと大久保たち中央政府を痛烈に批判。西郷は政府の腐敗ぶりに不信感を抱いていたのだ。政府高官は高額の月給をむさぼり、かつての大名屋敷に我が物顔で住んでいるが何の成果も上げていない。これでは泥棒と同じである。地方の実情を重視する側からすると、まあ非常に今の、政府中枢のやり方っていうのは、まあ、間違っているんじゃないかと。明治2年3年っていうとかなり天候不順で例えば米の作柄なんかも非常に落ちるわけなんですよね。まあ一種の食料不足みたいな状況になると、まあしかしながら政府としてはどうしても財源が必要だというので、まあ援助要請なしにですね、まあ取り立てを行うわけですね。なぜそこまで改革を急ぐんだと、まあそういう意見っていうのがまあかなりこう出てきていたと。ふるさと薩摩の痛烈な拒絶。この日の日記には大久保のやりきれない思いが綴られている。明帝候補、藩の協力が得られぬのならば強制的に従わせるしかない。明治3年5月、大久保たちは新たな改革に着手する。それが藩政の制定である。藩政とは藩の財源の使い道を制度化しようというもの。そのうち 9% を国に納入させて海軍費に充てる一方、藩を従わせようという狙いがあった。ところがある藩が政府の示した原案を激しく拒絶。あの薩摩藩だ。薩摩の代表者は審議のほとんどに参加拒否、鹿児島に帰ってしまった。ついには大事件が起きる。薩摩藩士の横山康武が政府への批判を訴状にしたためて自害。これが世間を騒がせ、政府への風当たりが強まったのだ。一連の事件は国外にまで大きな衝撃を与えた。ニューヨークタイムズは薩摩藩クーデターの噂を紹介。薩摩公はいつ何時でも公然と反乱に突入する用意があるようだ。
不穏な空気が国内を包んだ。このままでは日本を一つにまとめることなど到底できない。ここで大久保は大きな賭けに出た。なんと薩摩藩を再度説得し、政府への協力を約束させようと訴えたのだ。明治3年12月、大久保は再び鹿児島を訪れた。前回の協力拒絶から1年足らず、しかも関係はさらに悪化している。ところが、薩摩藩は意外な反応を見せた。政府への協力を約束したのである。西郷隆盛の新政府への参画、そして3000人近い薩摩藩の士族たちが天皇を守る兵士御神兵として供出されることが決まった。なぜ薩摩藩は態度を改めたのか。その秘密は他ならぬ御神兵の仕組みにある。御神兵の生活費は政府が全て保証することになった。おかげで薩摩藩は財政負担が軽くなったのだ。戊辰戦争からこう帰ってきた、かつての薩摩藩兵ですね。で、あまりやることがないと、役割を失ってくすぶっている、鹿児島の士族たちに、東京にこう集まって天皇を守るんだという、そういう新しい役割を与えるっていうのは、鹿児島に残っていた士族たちをこう鎮静化させることができるし、それから御神兵という形で新しい役割を彼らにこう与える、そういういわば一石二鳥の機会、そういうことになったのかなというふうに思いますね。大久保は政府と薩摩藩双方にメリットのある解決策を見つけたのだ。薩摩藩の協力を手に入れた大久保たち新政府は、中央集権に向けた改革を推し進める大きな力を得ることに成功したのである。さあ、その何度も危機を乗り越えながら大久保は薩摩藩の協力を得ることに結果的には成功するんですけれども、じゃあなぜこの時に薩摩藩が態度を硬直してたのにもかかわらず一変させたんでしょうか。これは御神兵を作ったのがやっぱりうまい策だなと思います。でやっぱりその結局薩摩で一番の抵抗勢力は士族なわけですよ。でそれを西郷とともに中央政府に御神兵として取り込んでいくわけですよ。だからこれは非常にうまい手です。ただこれ明治政府の方もある程度妥協はしておりまして、まず御神兵 の資金等は全部政府で持つということを言ってますし、なんとかこれ薩摩西郷のですね妥協を引き出すために頑張ったという結果だと思います。でこれやっぱさすがこれ西郷だと思ったのは、この時山形が確認してるんですよ、西郷に対して。もし薩摩鹿児島がですね反旗を翻した場合にですね、御神兵はちゃんと島津の殿様に向けて弓を引けるのかというとですね、西郷の方が無論であるともう答えてる、きっぱり断言してるわけですよ。ですがさすがこの辺は西郷だなと思わせますね。その御神兵になることによって生活費が保障されるんだっていうところは結構切実な問題として大事だったんですね。冷静になって考えみると御神兵結構得なんじゃないか、なぜか、この給料を薩摩のこのものすごい軍隊、鹿児島の軍隊、西郷さんは念を押してますよね。それで御神兵出したりやることになったら、中央やることになったらどっから給料出るのって言ったら、中央って
あ、そうか、それはいい、こうなるわけですよ。明治維新後、これ結果論ですけど、実は士族たちの中でこう公務員になれた比率っていうのは2割ないと言われてるんですよ。ところが、ご新兵、その中央政府に兵を薩摩が出すことになると、いい就職先の確保ですよ。何せ天朝様、天皇のお旗本になれるという話が転がっていて、給与も向こうだと。これは行った方がいい。結果的に考えたら薩摩と長州がその位置を占めるんですけど、乃木希典さんなんかはいきなり長州出身なもんだから、はい、20歳そこそこですよね、あれ。君今日から少佐とかですよね。少佐ってすごいですよ。すごいランクなんですね。だからそうです、普通は30代になってから朝廷の藩だったらとても得られないような地位が、中央政府の高官の地位がスッと入るという、それからしても実は応じた方がいいんじゃないかと。笠田さんどうでしょうか。その薩摩に、最後にですね、大久保が直談判するわけですよね。その内容は推測でしかありませんけれども、やはり俺たちは何をやったんだと、王政復興やったんではないかと、つまり新しい日本、つまり天皇の日本を作るために俺たち命を捧げたんではないかという話で、西郷もやはり薩摩の人間とあると以上に、やはり天皇のもとにこれから新しい日本を作るというような発想に、まあ、これは推測でありますけれどもね、大体大久保にとってみると2つ使える対象があるわけですね。1つは天皇、はい、の有志として役人として使える、うん、はい、もう一つは薩摩藩不代の使として久光に使えないといけない、どっちかの利益を考えるとどっちかの利益が損なわれるという非常に難しい、だけどだんだん大久保は天皇の有志、天皇の役人としての、意識を高めていくと。この時代の人たち殺し文句があるんですよ。何ですか。王政復興を意に書いた餅にするのかって言ってあるんですよ、そうしたらうっとこうなるんですよ、で帝への淵物って言われると、やんなきゃなってこうなるんです、本当になんですよ。これは面白いものです、そこで彼は古いコミュニティのしがらみから抜けて、もっと大きなところから見るという、その近代の視点っていうか、そういうものを手に入れたのかなっていうふうな、今お話を伺いながらちょっと感じてしまったんですけれども、いやそれにしてもやっぱり歴史ってこんなに人間臭いんだと思って、なんだかはい、ちょっと目から鱗というか、そういうの感じてますね。さて、その薩摩藩の協力を取り付けることに成功した大久保なんですが、その中央集権に向けた動きというのはなかなか進みませんでした。薩摩藩という強力な後ろ盾を得たにもかかわらず、政府の目指す中央集権は一向に前に進まなかった。中央集権に向けての改革とは関係のない問題で、大久保と木戸が激しく対立したためだった。この頃大久保は政策決定をよりスムーズにするため、政府の組織改革を提案。これに対し木戸が待ったをかけ、大久保の案を激しく批判した。その上、政府の新たな人事案をめぐっても両者の意見が真っ向からぶつかってしまう。度重なる対立に大久保の不満は爆発寸前になっていた。動かすべきを動かさずして、動かすべからざるを御動かし、むちゃくちゃの御祭壇。何分今日の姿にては奮発する気も全く失せ果て申し候。両者の対立は一月近くも続き、政府は分裂の危機を迎えていた。その結果、中央集権に向けた改革は置き去りにされてしまったのだ。
そのことで大久保が追い詰められる悪循環が発生する。軍事運営の現場に近い中級官僚による突き上げが始まったのだ。彼らは政府内の混迷で中央集権が棚上げされることで軍事・経済の改革が止まることに危機感を強めていた。もはや悠長なことを言っている場合ではない。今すぐに廃藩置県を断行すべきだ。トップレベルはそれなりに、まあ、なんとか調整しようとやってるんでしょうけども、下の方から見ていくならばまた空白でしかないというような状況が1ヶ月以上こう続くわけですよね。廃藩という本来の 目的ですかね、そういうものを今掲げることによって人事問題であるとか政府資金問題、そういうものは一気に突破できるだろうと。彼らは廃藩置県の大目標を掲げれば政府内の他の揉め事は解消され中央集権が一気に進むと考えたのだ。廃藩置県が行われれば諸藩は解体され、その兵力と財源は全て国のものとなる。これを天皇の命令で一気に行おうというものだった。突き上げを受け長州側では木戸孝允や井上馨がこれに共鳴。そしてまさかの薩摩西郷隆盛までもが廃藩断行に同意したのである。中央集権が足踏み状態の今、現状のままでいることに西郷さえも限界を感じていたのだ。西郷はこの時の心境を後に手紙に書き記している。史上においては忍びがたいが、廃藩は天下の世運であり、この流れはもはや人の力では止めることができない。木戸と西郷、二人の大物が廃藩断行に同意し、残るは大久保の意見のみとなった。西郷は大久保を訪ね、廃藩置県の断行について意見を求めた。中央集権はゆっくり慎重に進めるべきだと考えてきた大久保にとって、即座の廃藩断行の動きはまさに青天の霹靂だった。この時大久保の脳裏をよぎったものは何だったのだろうか。大久保の心の内に分け入ってみよう。確かに中央集権を実現させるためには廃藩置県の断行はいずれ避けられないことだ。しかし今すぐ請求に藩をなくしたりしたら、諸藩は何と言うだろうか。おそらくは政府に対して猛烈に反発するだろう。もし反発する諸藩が結束し巨大な反政府運動が起これば、今の政府の力では鎮圧することは困難だ。最悪の場合再び内乱が起こり明治政府は潰れてしまうかもしれない。政府の力は未だに盤石とは言えない。中央集権は諸藩の出方を見ながら慎重に行わなければならないだろう。今はまだ廃藩断行に賛成することはできない。
しかし、だからといって廃藩置県を行わなければどうなるだろうか。このまま諸藩が割拠し、江戸時代と同じような状況が続けば、政府にはお金も軍事力も集まらない。そうすれば中央集権は進まず、日本はいつまでたっても強い国にはなれない。西洋列強の脅威にさらされ、国の存続すら危うくなってしまうかもしれない。それを避けるためには、今政府内でいがみ合っている場合ではない。まずは廃藩断交という大きな目標に向かい、政府内が一致団結することが何より重要だ。危険性はあるが、廃藩置県を一気に推し進め、中央集権を成し遂げる以外、強い日本を作り上げる方法はない。大久保に日本の未来を左右する重大な決断が迫られたのである。ここに来て突如廃藩置県断交論が飛び出してきたということなんですね。まあ、一歩一歩中央集権進めていこうと思っていた大久保にとっては、まあ、突然の路線変更になりますし、しかも下からのいきなりの突き上げという形になりました。これどういう背景があったのか、勝田さんどう思われますか。御神兵という軍事力ができたと、じゃあ政府組織どうするか、それから誰がトップに立てるかと、はい、最後にトップしろ、機動トップにしろとかで、それはいろいろスナッシュやってるわけですよね。となってくると、このままだと中央政府の権力が強くならないと、つまり同じような方向を取っていっては、いう中で、でもやっぱり中央集権をしなければいけないんだ。だったら中央政府の権力を反力に頼るというのはもうこのままいっても無駄ダメなのではないかというところで、まあ突き上げが来ているという形で、も大久保自身も、まあ、そこでかなり悩んだと言いましょうかね。これは私今でいうところの、いわゆるこの総論賛成、各論反対の状況だったと思います。つまりその政府としては中央集権に行かないといけないというのは分かっていると。しかしそこに至る具体的な道のりが、まあ、それぞれ意見が違う、それでまとまらないという状況だったと思うんですよ。でおそらく私決定的だったのは、そういった危機感が政府の中で広く共有されたことだと思うんですよ。でみんながこのままじゃ危ないと、何とかしないといけないと思って、はい、もうそこで下からの突き上げが始まったという構図だったと思います。なんか胃が痛くなりました。見ているだけで、はい、見ているだけでも、私絶対政治家にはなりたくないっていうふうに思いましたね。だってどちらに転んでも痛みはあるわけじゃないですか。でただまあ意外と日本ではこういったボトムアップでことが進んでいくというのは多くてですね、例えば日本軍なんかも昭和に入りますと左官級のですね人々が勝手に政策や作戦をやっていくわけですよ。で今の役所でもですね、もうどちらかといえば事務次官というよりは課長級や課長補佐の人々がですね、いろんな政策の原案を立案していくということでですね、まあ、下からの突き上げで物が動くというのはいかにもこれ私日本的だと思いますね。これこのままだと倒れるというのは正常な感覚で、はい、うん、この時の維新政府って回ってる駒に近い、僕のイメージからすると、革命のエネルギーで戊辰戦争で勝って天皇をあれして、うん、うわーってやって戦争だ、戊辰戦争勝ったぞって言って、その勢いで駒回ってるんですよね。しかし独自財源も独自武力もないわけですよね。この熱が下がるとやがてはエンジンが積んであるわけでも、もともと回転体で回転に力を与える独自の飛行がないからグライダーと一緒でそれは落ちてくるんですよ。なんかしないといけない、放っておけない。さあそれでは大久保の選択ご覧いただきます。中央集権が進まぬ今、無策でいては国の存続すら危うくなってしまう。大久保はついに決断した。その心境を日記に書き残している。徳と熟考。
今日のままにして瓦解せんよりは、むしろ大英断に出て瓦解いたしたらん。大久保は廃藩置県断行に同意する決意を固めたのである。7月9日早速廃藩断行に向けた密議が開かれた。出席者は大久保をはじめ薩長出身の一部の官僚たち。この計画は明治維新に貢献のあった諸藩はもちろん、新政府の中心である公家の岩倉具視にさえ全く知らされなかった。実行にあたっての一番の懸案事項、それは諸藩からの反発だった。出席者の一人井上馨は緊迫した密議の様子をこのように振り返っている。多少の動揺はあると覚悟せねばならぬ。その時は兵を用いる必要が生じるかもしれない。その覚悟はよろしいか。井上の問いに西郷が答えた。兵は我々が引き受ける。場合によっては血が流れても仕方がない。軍事力の行使も厭わない覚悟。大久保たちは不退転の決意でこの大改革に臨むことになったのである。そして迎えた明治4年7月14日、諸藩の知藩事に対し廃藩置県の勅令が下った。天皇の命令という強制力を伴った通達だった。その結果、全国に260余りあった藩は全て廃止され、代わりに政府が直轄する県が置かれることになった。密議からわずか6日、疾風迅雷のごとき電撃作戦だった。急転直下の改革劇に果たして諸藩はどんな反応を示すのか。大久保たちは戦も辞さない覚悟で成り行きを見守った。ところが大久保たちの心配をよそに諸藩からの反発は起きなかったのである。なぜ廃藩置県を素直に受け入れたのか。青森県七戸町でその理由を伺わせる資料が新たに発見された。こちらの方がですね、明治3年知藩庁日記といいましてですね、明治の最初頃の使用違反の公的なですね、記録になります。明治初期、この地を治めた七戸藩の記録が綴られた知藩庁日記。注目は明治3年2月14日の記述。ここに記されているのは廃藩願いの建白書。実は七戸藩は廃藩を積極的に望んでいたことが読み取れるのである。そこには藩が抱えた切実な事情が綴られている。七戸藩は東京からはるか遠方にあり、不毛の土地が多く、年貢もあまり集まりません。この上は七戸藩を廃し、他藩の管轄下に入れていただきたく思っております。
常に財政的にですね苦しかったというのがありますね。ところがですね、廃藩置県になりますと、その分の借金をですね、新政府が肩代わりすると、というふうなことがまず一つ、あったというふうなことですね。数百年間続いた藩がなくなるというのはですね、こうなんていうんですか、プライドとかですね、まあ、そういうような外観の面から言うと非常に抵抗はあったかもしれませんけども、まあ、実際も名よりも実を取ったと、まあ、というふうなのが四の藩にですね、限らずどこの藩でもあったんじゃないでしょうか。廃藩置県によって藩の抱えた借金は政府が肩代わりすることになった。廃藩置県は渡りに船だった可能性があるのだ。多くの知藩寺たちは廃藩置県を厳粛に受け止めるよう藩士たちに説いている。これは米沢知藩寺上杉持憲が藩士に向けて出した国諭の一節である。廃藩置県により知事を免職になったことは、数百年来の君臣関係を結んできた家臣たちが快く思わないことは理解できる。しかし廃藩置県は当然の措置であり、一藩のみの市場にこだわらず、さらに奮発し朝廷のために忠節を尽くすことを希望する。市場を捨て日本という国に報いよ。明治の人々は流血を避け、中央集権を成し遂げる重要性を一人一人深く理解していたのである。大久保はこの時の心境について何も言葉を残していない。一体どのような思いで世の反応を受け止めたのだろうか。明治新政府は悲願であった中央集権の実現に成功した。これを足がかりに地租改正や徴兵令といった改革が進み、日本の近代化は一気に幕を開けることになるのである。ということで、廃藩置県は大きな騒ぎになることなく実現されました。これ冒頭磯田さんがおっしゃってたように、まさに無血革命ですよね。そうなんですね。これだけ大きなことが成し得た、ということなんですけれども、なぜこれだけ実現できたのか、改めてどうお考えでしょうか。はい、私は2つ原因があったと思います。で、一つはやはりその藩籍奉還の際にですね、これ天皇が実は知藩寺の任命権というものを握ることになったと、これが重要だったと思います。つまり知藩寺たちは自分たちクビになってももうこれ文句言えないわけですよ。もう天皇がそう命令してるからそれに従いなさいというロジックに従わないといけないわけです、はい、まずこれが大きい。でもう一つはやっぱりその御神兵ですね、軍事力をもう握ってたと、はい、明治政府がというのが強制力として効いたんだと思います。結構ダメ押しが効いてましたよね。そうですね、かなり、うん、これは効いてると思います。でただ私各知藩寺から見た場合、結構ね、私空気を読んだんだと思います、うん、空気を読んだ今風に言えば忖度したんだと、うん、やっぱり廃藩置県はもうやっぱり断行するしかないっていう空気に、規定路線だからもう逆らってもしょうがないという意識だったんじゃないかなと思います。これ旧藩士たちから見たら、マイナスどころかプラスがあると、現実的な利益が現実にあるわけですよね、まあ、一つは旧来の収入が保障されると、経済的に見ればですね、十分保障されて安定的な生活が得られるという、それからもう一つはいわゆる家族という称号がですね、いわゆる彼らはやっぱり武家なん武士なんですよね、で奥家さんになれるという、つまりその藩籍奉還においては家族といっても公家家族と武家家族と分かれていたわけですよ。今度は明治4年で一緒にするわけですよね。つまり武家さんから見た憧れの公家さんに同じ身分になると、
それで花の御江戸に行けるという、うん、つまり彼らから見たら収入が保障される、うん、地位が向上するという、うん、これ反対する理由はないですよね、うん、さてこの廃藩置県成し遂げられたわけですけれども、じゃあ大久保はその時どう思っていたのか、何も書かれていなかったっていう話ありましたけど、うん、浅野さんどう想像されますか。そうですね、私はなんか唖然としたのではないか、唖然とした、はい、あのやっぱり相当の覚悟を持って彼は臨んだわけですよね、うん、それが、まあ、肩透かしてと言葉がすごく悪いんですけれども、うん、なんかこうあの、うん、それがあっさりことがなってしまったっていうと、うん、なんかこう人間の人生のなんか不可解さみたいなものも、うん、やっぱり彼は感じたのではないかなっていうことが一つと、うん、彼にはやっぱりその野心っていうものはなかったのかっていう、うん、やっぱりここでまあ、国の形がこう整ってきたわけですよね、はい、いやこれから本当に、うん、あの自分が中心となって国そのものを動かしていくっていう野心が芽生えたのではないかっていうような、うん、これは本当に勝手な物書きの想像なんですけれど思ったりしましたね、うん、そうでしょうね、うん、あと北斎園だと思いますよ、ね、北斎園だ、え、こんなことも飲んでくれるのって考えたら、うん、あれもできる、これもできるって思い始めますよ。それは、あのね、天皇の権威を背景にして、朝命朝廷の命令だっていう風にやれば、このぐらいのことでもトントン拍子で進められるってことは、これ使えるなと思ったと思うんですよ。私は少々嫌がることでもこれはできる魔法の杖を自分は持っていることの自覚っていうのは、この時新政府の役人たちは非常に思ったんじゃないかと思いますよね。近代国家という形で見ていった場合にね、でその廃藩を命じたのが天皇なんですよね。で天皇権威でもって、それが一方的に、旧藩士たちの罷免という、いう形で、また結果的にそのものに対する旧藩士たちからの反乱不満の声が出てこないと、まさしく天皇権威が貫かれたと、という意味では、まあ、近代天皇制国家、ようやくここで生まれたのかなと、誕生したのかなという意味で、明治国家近代国家の誕生を裏付けた、まあ、意味づけたのが廃藩置県であったのかなと、うんうん、さて今日はその大久保利通と廃藩置県見てまいりましたけれども、うん、小谷さんいかがですか。はい、私は、まあ、日本ではよく物事が動かない進まないと言われますけれども、うん、むしろその当事者たちに危機意識さえ共有されていればですね、うんうん、あのちょっとしたきっかけでですね、ガーッとドラスティックに物事が進んでいくということを、まあ今日の事例は教えてくれてるんだと思います。特にその中央の政治家たちがもうこの時は阿吽の呼吸で、もうそれまでいや中央集権化しないといけないけど、いや廃藩置県はとか言ってるわけですよ。でもそれがもうちょっとしたきっかけでガーッともう阿吽の呼吸で動いてるわけですよ、今回のを見ると。ですこれはね、今の日本でもおそらくいろんな問題ありますけれども、うん、もう政治家や官僚や国民がですね、うん、本当にこれ変えないといけない、危ないと思ったら、実は結構これ簡単に改革できるんじゃないかと、まだまだ捨てたもんじゃないと、うん、日本の国でこう政治が動く場合ってどういうふうな、はい、構造を持っているのかっていうのも今回よく見えてきたような気もしますよね。ひょっとしたらみんながそっちの方に行き始めた時に、それに乗り遅れることを非常に恐れる、同調圧力があったり空気に支配されやすい、これは言ってみればどうでしょうかね、乗り遅れ恐怖という、乗り遅れ恐怖症というものも我々が政治行動を取る場合にある程度あるだろうと。あともう一つ、天皇であるとか中央政府であるとかいうような権威が上から落とした場合に非常に従っているということから見ると、まあ、情報従順といいますか、上には従うよというような性格もある程度持っているかもしれません。そういう自分たちの習性ってものをこう自覚しながら、やっぱり歴史を見る必要もあるのかなというふうに今日は思った次第です。今日皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。